なんかの日刊現代にね、悠仁様のことが書いてましたね。はい。また悠仁様のね、大学進学先についての話題ですけども、うん、まあ大学にね、行くとしたら悠仁様はおそらく、まあ、推薦で行くでしょうけどね。まあそれがまあ9月頃にはほぼ内定するような状態でしょうからね。ああ、そうですね。万が一一般入試だったら、まあ年明けになるんですかね。まあないでしょうけど。そうですね。うん。まあ東京大学をね、目指していると言われてましたけども、まあ最近はまあその東京大学の話題が減ってきたから、まあ厳しいかもわからないですね。まあ史上初の東大卒の天皇陛下に暗雲ということですけど、まあ鼻から厳しかったですけどね。まあそうですね。うん。まあそしてまあそのね、一度まあ候補に上がったけども、立ち消えた候補の京都大学がまたね、候補に上がっているようですね。あ、京都大学も候補に上がってたんでしたっけ？そうですね、まあ、京都大学がね、まあ、その昆虫とかですごい有名なところだからね。ああ、なるほど。まあ、どうしてもでも自分のね、学力よりいいところに行きたいんですかね。東の東大、西の京大っていうね、名門ですからね。そうですね。うん。まあ、本来このね、学習院だったらね、学力とか言われないんですけども、まあ、しかもまあ警備員とかのね、安心なんですけども、はい。まあ、どこに行くにしても、まあ、大学での警備とかは、問題になってくるでしょうね。ああ、そうですね。しかも京大に行ったら京都で一人暮らしみたいなことなんですかね。そうですね。うん。だからまあ早く決めないと警備の面もあるからね。だからまあ決まってるはずなんですけども、まあ、どうなんかってことですね。ああ、まあ確かにね。もともとまあこれまでは幼稚園からもお茶の水幼稚園でね、まあ、これもなんかその特別の入園制度で入園ということで言われててね。はいはい。まあこれもなんかその紀子様がお茶の水のね、まあその研究員みたいな感じになって、うん、まあ、そこからまあ特別入園制度みたいな感じできてね、でまあ第1号みたいな感じで言ってましたけども。ああ、1号。うん。ただまあこれに関しては特にまあ炎上はしなかったですからね。当時騒がれてなかったんでしたっけ？そうですね。まあ、どうでもその幼稚園やからね、まあ、その幼稚園からも優秀って設定ですからね、ほんまに。ああ、なるほど、なるほど。まあ、よくわかんないですね、まだ。そう。まあ、普通にまあ優秀かなって感じで思うしね、普通に。うん、確かに。まあ、それにまあ、その、久しぶりにそれにふさわしいような成績とか、勉強面でのね、優秀さとかが国民に伝わってたらね、うん、今こんなに炎上することもないんでしょうけどね。なんか、中間テストとかで赤点もあったみたいな話題になったことありましたよね、なんか。まあ、それもね、どうかわからないですけども、うん、まあ、実際まあ、そういったね、まあ、リアルな話が伝わってこないというかね。はいはい。まあ、この小学校と中学校に関してもお茶の水で、うん、筑波大附属高校に関しても定型校進学制度で行きましたけど、まあ悠仁様がね、進学するタイミングだけそういった制度がねできたということで、まあ、いろいろとも言われましたからね。悠仁シフトというか、まあ悠仁様用の専用ルートみたいなのが毎回作られるんですね。そうですね、うん、まあしかもそれね、まあ、しっかりとまあ使っていたって感じで、はいはい、これがまあおそらくまあ紀子、まあおそらくね、秋田様よりも紀子様の意向が強かったのかなとかですね。ああ、なるほどね。まあ、これ雅子様に、ね、対抗してるのかってことで言われててね、うん、あ、まあ小学校の頃から東京大学を目指してるという記事もねありましたからね。まあ悠仁様は小学校の時に東大とか何のこっちゃ分かってないでしょうから、まあ、目指してたのは紀子様がってことでしょうけどね。まあそうですね。うん、まあ、高校もまあ進学校を選んでから東京大学も目指せる学校なんで、まあその辺でね、まあ、やっぱまあ東大かなって感じでね言われてましたけども、うん、まあ、そもそもこの東京大学で何がしたいのかですね。ああ、まあ東大のね、赤門で紀子様が悠仁様と写真撮りたいだけかもしれないですけど、まあ実際入ってね、勉強が何がしたいかですよね。まあそうですね。うん、まあおそらくまあ悠仁様が東大にね行くとしたら、まあトンボの研究ってことで行くんでしょうけども、はい、ただまあこの東大の、まあ、この理系教授がね、言っていて、まあ、東大に関しては、まあ、トンボの研究には適してませんよってことで言ってるわけですね。ああ、そうなんですか。そうですね。まあ、東京大学のまあ農学部には、まあ、応用昆虫学研究室というのがあるんだけども、うん、できたのはまあ戦後でね、まあ、歴史も浅いし、もともとの専門に関しては、まあ、殺虫剤の研究ということで、まあ、そういうのだから、まあ、そんなにね、トンボに関してはどうかなってことですね。虫を殺すための研究をしてたんですね。まあ、当然まあ他のこともやってるんでしょうけども、まあ、メインはそれがね、メインって感じでやったんでしょうね。はあ、まあでも秋篠宮様がね、毒とか好きそうやから、なんか悠仁様も殺虫剤とか毒が好きな可能性も、もしかしたら影響であるかもしれないですけどね。ね、まあなかなかね、トンボと殺虫剤はね、なんかあんまりリンクしませんからね。まあまあ確かに確かに、ね。なんか他の虫とかってね、なんか亡くなった方がいいみたいな感じの虫とかね、いますけども。ああ、うん、殺虫剤でトンボ殺してるのあんま見ないですもんね。そうですね。うん。まあ悠仁様がまあ目指す分野とはまあ違うかなって感じで、はい、まあ、つまりこの推薦制度を使ってまで東大をね目指すのは、まあトンボの研究には適しているともね思えないかなとかですね。まあね、でもまあ最近トンボより蜂の巣を見てた時の方がなんか笑顔で口数も多かったイメージが強いですから、はいはいはい、なんか本当に悠仁様が今でもトンボが好きで研究したいならってことですけどね。そうですね。うん。
まあでも蜂の巣もね、蜂殺してもあれやからね。あまあね、うん、確かに確かに。まあどっちにしても トンボはどうかなって感じやね。まあどっちにしてもまあ東大はねどうかなって感じやけども。まあいろんな意味で、ね、東大にしても炎上するでしょうし、はい、まあこれまでは東京大学はね、まあ、トンボの研究にはぴったりって感じで意見ばかりでしたけども、うん、まあ、東京大学の先生からね、ノーが出てるというかね。この教授って今現役で東大で講義やってる人ってことですか？うん、現役のな理系教授みたい、理系の教授みたいですね。なんか久様の研究には適してないよって発言するのなんかすごいですね。まあ当然まあ名前出してないでしょうけどね。ああ、理系教授だけでね。はいはいはい。まあ実名出してなくて、理系教授って感じなんですけども。でもなんか特定されそうですけどね、このすぐ。まあそうですよね。でまあここまで書かれると、まあ東京大学がね、なさそうというかね。もう、脳出してって感じだからね。まあ確かに。ただまあ新たにまあ浮上してきたのが、まあ、京都大学ということで、うん、あ、まあ、これもね、まあ、箱付けにこだわってる感じがしますけども、名門ですしね。そうですね、まあ、京都大学以前もね、まあ、紹介されてましたけども、まあ、昆虫には強い学校ということで最先端の大学とかですね。なるほど。まあ、農学部の、まあ、昆虫生態学研究室は100年の歴史があってね、お、まあ、昆虫での成果がいろいろともあるみたいですね。まあ、東大より全然歴史あるよと。まあ日本一ですね、昆虫の分野ではって感じですね。ああ日本一ですね。そうですね、はい。まあ、ただまあこの青島家がね、まあ、ステータスを重んじるんだったら京大でもね申し分ないはずということで。まあこれでね、まあ、そもそもこの京都大学に行けるだけの実績がないと思うんですけどね。まあね、もちろん行くとしたら推薦でしょうけども、かける実績があんまりないんですもんね。実績っていうのもなんかね、普通はもう東大も京大もね変わんないですからね、レベル的には。まあまあまあ、確かに確かに。だからまあそのなんとかオリンピックで優勝とかね、まあ優秀賞とかね、なんかそういった賞とかもらったりとか、まあ、そういった実績が必要ですけども、久石様の場合は、まあ、トンボロームだけですからね。そうっすよね。だから誰もが驚くような飛び抜けた実績っていうわけでもないですもんね。そうですね、まあ、逆にこのトンボロームに関してはね、疑惑だらけでこれちゃうやろって感じでね、はい、まあ捏造というか、まあ、明らかにこれ死んでるやつを使ってるなみたいな感じで、そういった疑惑とかもね指摘されてるし、さすがに面接するね先生とかもトンボ論文のこう疑惑とかの話題はちょっとは耳にしてるでしょうからね。まあまあ、そもそもこの論文がね疑惑とかね熱動とかなくても、まあ、どうかって感じでね。あ、とりあえずまあ10年間のデータを集めたってだけで、もう何かそれがね、まあ、すごいことなんかどうかわからないしね。はいはい。このレベルの論文出しただけではちょっと実績としては弱いってことですね。まあ、10年間調べてこういうのがまあ新たにね発見したとか、そのレベルでまあ新しい新種が見つけたよとかね、その程度なんですけども、別にそれがどうなんて感じで、はいはいはい、まあ、そのこういう発見してなんかこれでそのトンボの生態を増やしていくことができるよとかね。ああなるほどね。でも新しい発見でもないし、ただまあ10年間の調査結果みたいな感じだけだからね。はいはい。まあ突出したものではないって感じですね。そうですね、うん、だまあこの辺がね、新しくこういうのが発見して絶滅危惧種が見つかったよってだけで、まあ、大してそれがね、まあ、別に日本中探したらそれは別に珍しいもんちゃうし、はいはいはい、東京では珍しいかなみたいな感じのレベルで。ああそのレベル、うん、まあ、そんな大したことないかなって感じだからね。確かにね、うん、ちなみにこの京都大学にね青島家が消極的だった理由に関しては、まあ、3年前に当時の京都護衛所長が妻以外の2人の女性とね不適切な関係にあったことが発覚して、ほう、そのうちの1人を無断で赤坂御用地に招き入れていてね、でまあその皇宮警察への不信感が一気に高まって、青島家がね、まあ、伊佐様に1人暮らしをさせるのはどうかなってことで、うん、なったってことね。まあ、宮内庁 B が推察ってことですね。はいはい。まあ、それで京都には行かせられないみたいなのは、ちょっと。まあ、どうかなって、まあ、その辺でね、そんなことで別に思わないと思うけどね。あ、まあね。うん。まあ、そんなこと言ったら、青島家なんかね、まあ、職員とか自殺とか、過去に結構ありますからね。あ、まあ、怖いのがね、こっちの方が。まあ、青島家のお付きの職員がね、自殺やからね。確かに。そういったのがあるから、別に青島家におる方がね、逆にまずいから、京都の方がいいんだよね。まあ、自殺様は、職員よりはそれなりに悠々自適にはやってるんでしょうけどね。そうですね、うん、大人たちがきついだけで職員の。まあそうですね、うん、まあ、このトンボ論文の、まあ、この共同執筆者に関しても清志拓也氏で、うん、まあ、この人もなんかトンボのね研究の第一人者ですけども、まあ、京大出身ということで、あ、やっぱまあそういった昆虫を目指す人は、まあ、京大とか、まあ、そこを目指すんでしょうね。はいはい、なるほど。まあ、そしてまあ久石様に関しても京大への気持ちが徐々に移っているということで、まあ、これはまあ公式記者のコメントですけども、うん、いやほんまにそう思ってるのかどうかね、全然ね伝わってこないですけどね、その辺が。久石様に直接聞いたわけではないでしょうしね、おそらく。なんかそういう形でね、もう移ってるって感じで聞いてるということで、誰か聞いたのか分からないけども、まあ、これなんか信用できないしね。しかも東大から気持ち移ってるというか、久石様本人が東大に行きたいのがそもそも疑問なんですけどね。まあ、東大の話でも本人からはね伝わってこない感じでね。ねえ、そんな発言もないし、トンボ自体もなんか興味なさそうだしね、なんか、ね、はいはいはい、確かに確かに。
うん、どっちも興味ないでしょうけどね、本当はトンボも、うん、東大も。まあまあ、稲もね、興味なさそうやしね。ああ、ほ、うんまですね。一応行っただけで。まあ、唯一、まあ、その箸とかだけね、なんか興味示したんかなって感じでね。うん。うん、まあ、そのくらいで、あんまり興味なさそうやしね。確かにね。ただまあ、どんどんね、こういったまあ情報が漏れてくるというか、アクション系の周りだけね、ここらしいよみたいな感じの情報とかね、はいはいはい、兄弟らしいよとか、まあ、兄弟らしいよとか。まあ、これまでもなんか東京大学とかね、筑波大学とか、北海道大学とか、うん、玉川大学とかね、ICU とかありましたけども、他にもね、いろいろとまあ候補上がりましたけども。候補結構ありますね。そうそうね。どこに行くか分からないですけども。うん、まあ、ただまあ、9月にはね、決まってるはずなんで、もう今の時点で決まってるのかもしれませんけどね。まあ、もう時間の問題でしょうね、出てくるのは。まあ、そうですね。うん。まあ、一応まあ、玉川大学はね、一番延長 しなさそうですけども、まあ、どこを行くかって感じですね。はいはい。久津様が、今のところ一番最後に視察行った大学が玉川大学でしたかね。そうですね。ああ、なるほどね。だから、その濃厚やと。濃厚というか、どうなんでしょうね。まあ、わかんないけど。まあ、ここに行くのが一番学力的にもなんか合ってそうな感じですよね、でも。まあ、今まではだから、紀子様が主導でやってたけども、うん、まあ、最近はまあ、玉川大学視察行ったのは、まあ、アクション系がね、アクション様がまあ主導って感じなんで。はいはい。まあ、これから、まあ、主導権が変わっていくのかどうかやね。ああ、そうですね。土壇場に来て。アクション様が主導やったら、まあ、うん、玉川大学かもわからないし。はいはい。紀子様が主導やったら、まあ、学歴にこだわるからね。まあ、兄弟かもわからないし、ね。兄弟でもいけるとは思えないですけどね、レベル的に。まあ、そうですね。うん。まあ、そもそもね、まあ、ただ今行われている皇位継承の問題とかで、直系調子になったらね、まあ、愛子様で、まあ、そうなったら、まあ、そこまで久様の批判がね、集まることもなくなると思いますけどね。ああ、そうなんですかね。まあ、気が楽になって学歴にこだわらなくはなるんかもしれないですけど、そうですね、でもここまで注目されてしまったら、もうどの道学力とか実績に合わない大学行ったら、批判はあるでしょうけどね。まあ、そうですね。うん。まあ、逆にその、そういう形でね、直系上司で愛子様だったら、学歴にはこだわらなくなってね、まあ、普通に玉川大学でもいいかって感じになるでしょうからね。ああ、まあね、もう全然どうでもいいわみたいな。そうですね。うん。まあ、ちなみにこの皇位継承の話題ではね、養子縁組をしようとしてますけども、まあ、ここで高森明憲さんがね、過去に養子縁組で皇族の身分を取得した例はないよとね、扱ってましたけども。ああ、ないんでしたかね。そうですね。うん。まあ、歴史上皇籍にないものが養子縁組によって新しく皇籍を取得した事例は、これまでね、なかったということで、おう、まあ、宮内庁の皇室制度資料でも記載されてるんですね。ああ、そうですか。まあ、この明治の皇室典範以降は養子縁組自体が禁止とね、まあ、名分規定されているわけですけども、まあ、この間の記事ではね、過去にこの最大で五島市に離れた養子縁組を行った江戸時代のね、徳川将軍家の例などが挙げられていて、うん、まあ、養子縁組よということで有識者会議では訴えているわけですね。そうですよね。ただまあこれがまあどういうことかってことでチャット GPT にね聞いてみたら、あくまでも徳川家に関してはね養子縁組をしてたけどもってことで、はい、ただまあ皇族に関してはね養子縁組とかで功績を取得した例がないわけですね。おお、なるほど。まあこの辺がね、まあ、この団家男子を支持する人たちの矛盾するところというかね、うん、まあ、団家男子はまあ伝統だって言ってますけども、まあ、これはまあ明治からの伝統で、それまではね団家男子ではなかったわけですからね。あ、それ以前に遡るとね。そうですね。まあ、逆にこの明治からね明文化された養子縁組禁止に関しても、まあ、過去にもね一般人からの養子縁組はなかったわけですけども、はい、あ、令和になったらね一般人から養子縁組も認めろってことを言ってるわけですからね。あ、そこはなんか考え方が柔軟なんですね。まあそこに関してはね柔軟だね。お、でそっちがいいんやったらまあ女性天皇もいいやろって感じだね。なんかね、うん、直系長子とかはそんなにいかないのにね、うん、そっちは柔軟じゃないですね。はいはい。すごい。まあこれがまあむちゃくちゃな理論というか、うん、まあ統一教会とかね都合がいい理論って感じですけども、はい、教祖の偉大の理論、まあ法論って感じだね。あ、うん、まあ一応まあ週1ペースで5回だけで、まあ、強制的にね強引に決めようって感じでなってるのかもしれませんけども、どんな結末に、ね、なるかなって感じですね。5回だけなんでしたっけ。そうですね。ああ、そうか。そしたらまあ6月末ぐらいにはもう決まってると、大体。そう。そこはまあ国会で、まあ、あの閉鎖しますからね。ああ、はいはいはい。まあ、そもそもこの安定的な皇位継承に関しては、今回ね、まあ、話し合われてなくて、皇族数の確保だけなんで、うん、まあ、これはね、声上げていくしかないですけども、どうなりますかね。まあね、結構な人が声を上げてるっちゃ上げてるんでしょうけど、なかなか届いてるのか届いてないのか分かんないですけど、まあ、届いてても無視し続けるのかもしれないですね。そうですね。うん、まあ、今後ね。どういった展開になっていくのかね、よかったらコメントもらえて嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとチャンネル登録もしたら登録の方お願いします。よろしくお願いします。